テーブルランプの使用例実験用アルコールランプアルコールランプは燃料用アルコールを燃料としたランプ。ランプ本体は主にアルコールを入れる容器燃芯になる太い紐状の芯芯を支える部分外から構成される。アルコールに浸された芯の一端が瓶の口から出ており、ここに火をつけて用いる。多くはフラスコ等を乗せた三脚の下に置いて加熱する。 芯の内部をアルコールが毛細管現象により吸い上げられて燃えるが芯自体は先がこけるもののそこから下はほとんど燃えずに炎を上げ続ける消火するときには横からキャップを寄せて芯の部分に被せるようにする最近ではループ状の銅管の内部にガラス繊維などでできた芯が通してありこの銅管に上げられた小さな穴から メタノール蒸気を噴出させて燃焼させる統治式のものも多い。現在の用途としてはレストラン等飲食店のテーブルランプにも用いられる。手軽に点火、消火できるため広く使われる。また家庭では再本式のコーヒー抽出に用いられる。伝統的な方法なので専門店でもこれを用いるところがある。科学用途では 例えば微生物の専門家が出先で簡単な作業を行いたい場合などは、蛍光の簡単なアルコールランプを使う例もある。かつては学校の科学実験でのフラスコや試験管の加熱によく用いられた。近年の日本では子供がマッチやライターの扱いを知らない、危険性を気にせず実験に集中させたい、などの思惑から、小学校の理科の教科書から、 アルコールランプの記述が消えた。2005年度から多くの教科書でガスコンロを推奨している。また高学年になるに従い、あるいはより専門的な場では火力が強く安定しているガスバーナーを使うようになる。ありがとうございます。